はい、どうもこんにちは、うちのみくるで覚えてください。うちのみくるです、よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、まずこちらの作品、オーディションがありまして、それで選んでいただいたんですけれども、まさか自分がやらせていただけるとは思ってなかったので、まずそれが本当に嬉しかったっていうのと、あと、まあ、タイトル、ね、超高速フォトパンツロードをだいぶね、なんか楽しそうな、ちょっとコメディ寄りな感じかなと思って、はい、とて もう今からウキウキしてます。そうですね、まあ、ふみえ、ふーちゃんは、ね、もう本当にバリバリヤンキーというかなんではあるんですけど、やっぱり彼女なりにちょっと、そうですね、まあやっぱりちょっと男の人をね、まあ、誘惑しちゃうみたいな、なんかそういう女の子なんですけど、ね、それに対してこの子の思いとかもいろいろ辛かったり思うこともあると思うので、そんなふーちゃんをしっかり生きられたらいいなと思います。ね、夏目監督はすごい優しい方だなっていう本当に印象なんですけど、こう皆さん的にはこう どんな感じですかね。あれ違う、ね、あれ違う、使えないか。ねえねえねえ、いや、で本当にすごい優しい方だなと思って、けどね、いやいやいや、死んだめね。夏目です。ご本人登場です。よろしくお願いします。監督をやらせて、よろしくお願いします。ですね、超高速ホットパンツロード、面白いね、作品にしたいと思ってますんで、ぜひうちのみくるさんをね、輝かせたいと思う方、はい、ぜひ、そうですね、みんなで盛り上げていきたいですよね。そうですね、みんなで盛り上げていきたいですね、そう、皆さんの一票が、はい、一票、なんか選挙みたいな感じになってます。皆さんの一票が本当に、清き一票がなんか、ね、作品の質に上がる、ね、貢献できるんじゃないかなみたいな、ふうに思ってます。少しでも興味持たれた方いらっしゃいましたらね、ぜひ応援してください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。